すっごい混んでる。私だとご飯の収納率すごくて、手で20秒使われるので、それでも空っぽになってます。ではでは帰ります。さっきここ満車だったんだよね。じゃん、美味しかった。
三代目浜八堂さんにやってきました。何食べようかな。ワンタン麺いいね。ワンタン麺も食べてよかった。いろいろ三代目も撮影できて大満足でした。